はい、頭上からお邪魔します。魚鳥村、やっぱり上に降り立つしかないんかな、これ。いけるかな。これでさ、ここに、お、いけた。おっしゃー、いけたよ。いけたけど生きてるな。あいつ下で生きてるな。てや、よし。まあ、でもとりあえず一番どうやってやろうかなって思いよったところやっつけれたけん、あとはもう普通にやっていけばいいかな。弓で撃たないでください。すごく冷静に言うけど撃たないでください。何、そこ当たるの？ここなら当たらんかな。てか気づいてない、もしや私の存在に。よいしょ。狙わないだ。そうそう、壊れたよね、そういえば。危ねえ危ねえ。ちょ、やめてやめてやめて、体力体力体力。よいしょ。危ないから。よし、落ちたね、あいつ。よし、これであいつも落ちた。で、多分上にあの黒いのがおるはずやろ。またしても。よいしょ。何何なんだ、何も投げてこないで。あれ、黒いやつおらんやん。背後から来たりとか。危ないって。危ないって。待って待って、怖い怖い。はっ、てや、はっ、どう。よし、弾き飛ばしー。上のやつ降りてこないの。おお、来た来た。足元をすくったぜー。あ、くそ、ダメダメダメ。ちょっと待ってちょっと待って。あー、吹き飛ばされてる今私。ちょ、よろしくないよ。さあ、やっつけた？やっつけてない、まだ。ダメ、気を抜くな、私。ふぅ、トゲボココンボゲッチュー。あ、そっか、これでもうこの上には誰もおらんのや。ふぅ、ということは次はあっちだな。おいし。お前、炎のやつだな。こういう生き方があるということを知ったから、私。てやてや。よし、オッケー。やめてください。ちょい待って、今体力体力体力。よし、やめろっつーの。あっちにもいるじゃん、なんかなんかいるじゃん、まだ。何、どこに隠れてたのあれ。どこに隠れてたのあんた。ちょ、仲間がやられてる間さ、どこにいたのよあんた。あ、しかも弓だわこいつ。よし、やっつけて。うう、やめて。弓結構ダメージ受けるんだなこれね。結構なダメージ受けるんだな。なんかハート一つ分ぐらいポコッとなくなるやん。怖っ。待って、これ、あ、そっか、クワはもうなくなったのか。トゲボココンボで十分でしょ。十分でしょ、あいつ。無駄よ。もう味方はいない。目的地更新、奪われた漁場、クリアー。やっとだよ。どんだけだ。どこだっけ。よいしょ。あっち側か。あっち、え、どこだ。
どこかしらの、あ、ここ？ここの一番上？かな？わからんけど。ふー、だいぶ広い集落だったな。ね。あっち側だ、あっち側だ。通り過ぎた。よーし、これで。これでやっと。長い戦いだったぜー。で、大したもんじゃないんやろ、これ。どうよ。お、騎士の槍。武器に熟練した騎士のために作られた槍。斧のような刃がついた装甲が特徴的。馬上で扱うことも多かったと言われる。え、いいやん、いいやん。ゲットー。でもさ、これさ、あれじゃね？ほら、ルーラで飛んでいけないんだよ。え、これ現在の位置やろ？奪われた漁場。え、何？奪われた漁場。またどっか奪われたの？え、またどっか奪われたの？あの人ら。奪われてんじゃねえよ。え、あれかな？達成しましたよっていう報告をここにしに行きなさいよっていうことかな？びっくりした。溺れたかと思ったよ、今。ちょっと今一瞬すげえ焦ったよ、私。まあ、とりあえず、だってあれ、ウオトリー村のちょっと横ぐらいやったよね。てか、思ったよりここの目的地も遠かったしな。さあ、これで。もうお前らなんか怖くないんだよ。さっきめっちゃ巨大な敵と戦ってきたんだからな、私。って言いながらやられそうで怖いわ。よいしょ。ん？君らもう頭ないでしょ？死んでるって理解しな。さあ、あの目的地までまただいぶ遠いということだよね。なんせ村自体が遠いから。ん？牛の鳴き声。肉だな、肉。あ！に！びっくり。超びっくり。あれ多分逃げて消えるな。ね、あれ多分スッて消えていくやつだよ。あんまりね、深追いしても、牛に一発で殺されたらちょっと今までの私の苦労が。また来たよ、お前ら出てきすぎ。ちょっと、石なんかで攻撃してくんじゃねえよ。待って、体力が怖い。体力が怖い。普通にやられそうな気が。ん？頭が。あいつ頭がまだある。待って、武器壊れたのか。後ろのやつ多分復活したろ。ほら、頭つけてるもん今。もう片方の腕もつける気だね。よいしょ、オッケー。鹿が逃げてったよ、鹿が。あ、体力やべえ。もう。よし。この辺敵多いな。まあ、敵が出てきそうな道ではあるけどね。なんか岩肌が超キラキラ光ってんだけど。あれ多分あれじゃない？なんか鉱石が取れる岩かなんかじゃない？光よるやつ。キノコか、ただ単に。あ、キノコっぽいな。ちょ、その辺にさ、なんか、美味しそうな草生えてない？回復に使えそうな草が生えてたらいっぱい取っておきたいんだけど。ねえ、だいぶ使ってしまったから。なんか急に白黒の世界になったよ。正面から向かってきちゃダメだよ。やられるよ、ほら。美味しそうな肉になった。こっちには盾もあるし武器もあるんだからね。まあ向こうも角っていう武器があるのかもしれないけれども。遠いな。でもこの辺から飛び降りたら多分すぐに着くんじゃないかなっていう感じでは。走り方。走り方ちょうださい。あ、なんかあそこの崖の上にもさ、祠あるね。あんなところにもあるのか。へぇ、あ、この辺？この辺、あ、この辺っていうか、あっこ、ウオトリー村だよね。あれ多分私が言おった祠やろ。ウオトリー村のすぐ上にも祠があるんやーって言ったとこ。はい。
頭上からお邪魔します。魚鳥村で、ちょっと先にあの祠行こうかな。あの、そっか、あの上にもなんかあるんよね。よし、次はちょっとこの祠に挑んでみるよ、私。ヤオマーヨの祠。ヤオマーヨ。よくわからんけど。よし、これで魚鳥村にもいつでもワープで帰ってこれるようになった。先にやっておけばよかったな。ねえ、ここまで帰ってくるの、それやったら楽やったのに。ボクブリン、雑食性で肉や魚だけでなく果物も好んで食べる。なるほどね。果物も何でも食べるんだな。よし、来たー。ヤオマーヨの祠。ここは？なんだなんだ、なんか、あれ多分磁石で動かす。ここから訪れし者よ、我はヤオマーヨ。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。審判を下すは鉄の箱。どういうこと？なんかわからんけど、これって、あれよね、はかりよね。はかりっていうか、なんていうの、天秤よね。マグネキャッチ。え、でもさ、これをさ、こっちに乗せたら、あ、そういうことか。そういうことか、そういうことか。ここに私が乗って、乗った状態でこれを向こうにやればいいってことだね。なるほど。待って、私の頭上に来るよ。これで。ちょ、待って、見えないから。見えないってば。奥に移動、奥に移動。待って、もっと上、もっと上、もっと上。あ、ちょ、待ってね。はい。もうちょっと奥かな。そこ？あ、オッケーオッケー、はい。ちょっと跳ねたね、私。ふふ。あ、敵だ、敵。間違えた、間違えた。てや。てや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 。うしゃー。あ、ガーディアンナイフゲット。お、なにこれ。古代の歯車。古代の機械に使われていたらしい歯車。不思議なことに全くすり減っていない。今の技術では作れそうにない。へー、すごいやん。え、あんなところに宝箱あるんだけど。あ、これも、取るってことか？間違えた。よいしょ。はーい、取り出しました。え、ゴールはどこ？騎士の剣。あ、めっちゃ強い。ハイラル城の騎士たちが携えていた剣。癖がなく扱いやすく、高い攻撃力を持つため、現在では旅慣れた冒険者たちが好んで使用する。いいね。あ、これ？え、ここ？何？どうやって通るの？これ。ん？どうやって通るの？これ。ここもなんか、違うね。ということは、なんか他に、いや、違うよな。何で通れるの？これ。リモコン爆弾？違う気がするけど。置いて。違いますよね。違いますよね。なんか、こっちから行けるんじゃね？行けない？あ、あっこになんか。もしかしてさっきのあの、四角い箱。審判を下すのは鉄の箱って書いとったもんね。これずっと移動させていくんかな。あ、間違えた。これずっと持ち運ぶんかもしれんね。さあ、こっちへ。んで、これをこっちへ持ってきて、多分あっこの上に乗せるんだ。多分これ扉のスイッチじゃない？ということで。はい。どうよ。おっしゃ、開いた。なるほどね。そういう仕掛けだ。なんか、この向こうとか敵。お、おりそうって思ったのに、おらん。え、マジでいないの？おう、敵がいないぞ。そしてなんか、天秤いっぱいあるんだけど。
何事？天秤いっぱいあるよ。二段階に分かれる。痛い痛い痛い。二段階に分かれるってことかな。ごめんね、ちょっと雑に扱いすぎたか。これで。あ、なんだ、押し上げることができるのか、これで。押し上げることができるんならさ、こう、下から叩いて、で、私がこの上に乗るでしょ？んで、よいしょ。ほんで、この上に、あー、待っていい。くそ。ダメじゃねえか。ちょっと待って。ちゃんと乗ってなかったね、向こうに。はいはい。これで、もうちょっと、この辺か？よし、オッケー。これで渡って、あー、落ちた。そして、よいしょ。で、これを、ここの上にゴンと。うお。跳ねる跳ねる。んで、あの宝箱取りたいんだけど。よいしょ。ちょ、待って。ここから飛び乗れるかな。よいしょ。いけた。あ、この上にはいけないのね。ちょい待って、ちょい待って。よいしょ。は。上がれねえのかよ。あれはこっちに下ろしてくる。あ、下ろしてこれない。なんですって？あ、今の多分もう一回押せばいけたんじゃないか？もう一回 X ボタン。よいしょ。あ、なに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 、何のスロー？あ、ビタロック使った私もしや。違うよね。マグネキャッチ使ってるよね。なんで今すげえスローになったの？あ、こっちから飛んでいけばいいんかな？もしや。ということは、あ、飛んでいくっていうか、そっか。こっちを上げればいいのか。こっちを上げて、よいしょ。大丈夫これ。もうちょっと向こう？こっか。これで上から、よいしょ。はい、オッケー。オパール、オパールか。まあ、きっと何かの役には立つんであろう。よいしょ。こういう感じでやっていけばよろしいの。で、またこれを、あっち側に。いやー、忙しいね。いやー、忙しいね。この辺かな？ほい。まだ持っていく必要あるかな？あ、いや、ゴールだ。イェーイ。やったよー。たどり着いた、たどり着いた。はい。あ、これで4つ揃ったやん。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。ありがとう。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。さあ、これで4つ目。次は、耐久性。耐久性？持久力？頑張りゲージか。をアップさせようと思うよ。克服の証ゲットー。よし。体力も全部回復した。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの顔があらんことを。てか、あの次のさ、あの漁場のやつ？あれのマーク、多分次の漁場また、占拠されてるよね。はい、出てきた。何あれ？なんか海の中にさ、なんかない？テントみたいな。テントじゃないかもしれんけど。待って、パラセール。あぶねえ、あぶねえ。よいしょ。どこに向かえばよろしいのかな？次のマークの場所はこっちか。ただ単にあの人に話しかければいいだけ。あ、ただ単にあの人に話しかければいいだけか。やってきたよー。おお、あんた、アライス海岸の魔物、退治してくれたんかいさ。
これでまたあそこで漁ができる。洗いその魚は本当にうまいんじゃ。ありがとうさ。これはせめてもの礼じゃ。お、銀ルピー、100ルピー、銀色にキラキラと可愛くルピー、とっても嬉しい。ありがとう。またいつでも立ち寄ってくれ。うまい魚ごちそうするさ。ありがとね。奪われた漁場コンプリート。めっちゃ苦労しましたものあれ。さ、そこの鎧ガニよ。私の食料に。あ、こんなところに女神像あるやん。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。その克服の証4つと引き換えに、望みの力を与えましょう。さあ、頑張りの器を増やします。増やします。では、望みの力を与えましょう。おー、こういう形なんや、頑張りゲージは。やったね、これで増えたよ。頑張りの器、試練を克服することで身につけた新たな力、頑張りゲージの上限が増える。え、そういう増え方？お行きなさい、このハイラルに安寧を。へえ、なんか二重になっていくんやね。なるほど、なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。